はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。今日はですね、二段直結増幅器、こちらに見えています、このような回路の設計、つまり乗数をですね、決めていくという動画です。そして設計が終わりましたら、ブレッドボードで製作して、歪みとかそういったところの特性も見てみたいと思います。回路の原型はこのような形をしているんですけども、これですとですね、ここの出力を耳で確認することはできないので、ここにですね、小型のスピーカーをつなげられるように、このような回路にしました。このようにですね、出力にトランスを置きまして、インピーダンス変換をして、8オームの小さなスピーカーにですね、つなげられるような設計ということですね。これはですね、ここが抵抗の時よりも、設計ちょっと難しいんですよね。ですけども、このトランスを使うことによって、能率よくですね、このスピーカーを駆動することができるというメリットがあるわけですよね。それでは私が考えた設計手順でやっていってみたいと思います。まずですね、設計の流れを最初にざっと説明したいと思います。こちらの回路のこの高段のこのトランジスタのバイアス点を設計します。そのためにですね、このような DC バイアスと AC バイアスを模擬したような回路で動作点を求めていくわけですね。そして求めた動作点になるように、こちらの高段のですね、まだ高段ですね、こちらの高段のこのベースの電流電圧を調べるわけですね。次にこの初段の動作点を高段の動作点に合わせる形で求めていくわけですね。その時にこの初段のベースの電圧とか電流を求めますと、こちらのですね、フィードバックのための抵抗値も一緒に求まるわけですね。そうしましたら、この高段と初段をつなげまして、最初に設計したバイアス電流あるいは電圧点になっているかどうかということを確認します。あとはですね、トランジェント解析や AC 解析をして、結果を確認するということになるわけですね。それではやっていきましょう。まず最初にですね、トランスについてちょっと復習をしてみたいと思います。今回使うトランス ST82、 これは以前にですね、 LT スパイスで学ぶトランスの損失と実測モデルという動画で取り上げたものの一つなんですね。このトランスインピーダンスが500オームと8オームです。ですから、この2次側を8オームで終端しますとね、1次側から見るとこのように見えているんですね。トランスのインダクタンス、そしてですね、ここにですね、この8オームが500オームに変換されて見えているんですね。ですから、トランジスターのコレクターが駆動する回路はこのようにコイルと抵抗が合わさった回路になるわけです。そういう意味で動作点を見つけるのが、とても難しいんですよね。動作点の概略をつかむためにはですね、このように動作点だけを考えるための擬似的な回路を考えました。これはですね、以前に負荷線を使った詳細設計っていうところでも負荷線という考え方をご説明しました。それをですね、このようにですね、電源と抵抗だけの回路で構成したものですね。こちらのトランジスタの回路と比較しながらちょっと説明をしますと、ここにある R1 というのはこのコイルの直流抵抗です。29オームしかありません。そしてこの R5 の10オームというのは、ここのですね、エミッターに入っている10オームです。今ここ書かれていませんけどもね、このエミッターにですね、少し
抵抗があると歪みに有効なので10オームここに入れています。まあ、そしてですね、こちらの R2 51オームは、まあ、こちらではこの R の4になります。こちら側の回路、まあ、これも同じ場所を示しているんですけども、この回路はですね AC 特性で見た時の回路です。まずこのコイルのところ、先ほど説明しましたようにですね、この500オームの抵抗が見えています。そしてインダクタンス、これは電流源としてここに置きます。まあ、そして先ほどと同じように10オームがありまして、まあ、あとはですね、これバイパスコンデンサーで AC 的にはショートしているので直流的の電位差だけが残りますので、まあ、ここにですね直流の電位差分のビヘビア電源を置きます。まあ、そしてですね、右も左もですねこのように電流源があるんですけども、これはこのトランジスタのこのコレクターエミッター間の電流源というふうに考えてください。まあ、これ一番下に持ってきているのはですね、ここですと C2 と E2 の間の差電圧を取らなければいけないんですけども、まあ、このように順番変えますとですね、ここの電圧を見るだけで良くなりますよね。まあ、こうやってですね、まずはこの2段目の出力段の動作点の中心点をまあ求めようとしているわけですね。まあ、動作点を求めるためのミーズコマンドはまあここに書かれているんですけども、まあ、まずはこれをシミュレーションしてどんなグラフが出るか見てみます。まあ、グラフはこのようになります。縦軸見ますとマイナスまでいっていますね。まあ、こちら普通の電流源ですから強制的に電流を流しますのでね、マイナスのエリアまで突っ込んでいくんですけども、まあ、これはもうゼロから下はないわけですよね。このスケールをですねゼロまでにしてみたいと思います。まあ、こんな風になりますね。まあ、そしてこの茶色の線がですね、この DC の線になります。そしてこの赤い線がですね、この AC の線になります。まあ、これはですね、実はあの負荷線をですね対角線上にひっくり返した、まあ、そういうグラフなんですね。負荷線は VCE がこちらの横になっていて、縦が電流になってますよね。まあ、ですからこの軸を中心にですね、くるっとひっくり返したというふうに考えてください。まあ、そう考えますと、この AC のラインをこの DC のラインがちょうど2等分するこの交点が動作点ということになるわけですよね。そして負荷線を使った設計ではですね、こちらの交流の線を傾きを変えないで動かすというふうなことをしたわけですね。今回その交流の線を動かす要因はこちらのコイルの電流です。まあ、それではですね、ステップで変化させて動かしてみたいと思います。まあ、このように動くわけですね。まあ、そしてですね、もちろんここは全然上と下非対称ですよね。でここまで行きますと逆に上の方が長くて下の方がちょっとだけ短いというふうなことがわかると思います。まあ、これでですね、上下等しくなるような形でここに算出してみましたということになるわけです。まあ、今回ですね、そう大きな電流ではないので省略していますけども、まあ、前回の負荷線を使った設計のところでも説明しましたように、ここにですね、このコレクターエミッター間の、まあ、サチュレーション電圧が少しあるわけなんですね。まあ、形的にはですね、だいたいこのような線の形であるんですけども、まあ、今はですね、まあ、ざっくり動作点を見つけるという意味なので、まあ、この項目に関しては省略して考えます。まあ、こちらのミーズコマンド、一番最初はですね、まあ、この AC のマックスポイント順番に変わっていってますね。このポイントを算出します。まあ、次にですね、 I センターという変数はこのマックス点と0との間の、まあ、ちょうど半分の位置の、まあ、こちらの縦軸、この電流値を算出しているわけですね。まあ、例えばですね、この赤い線の上と下の中心点がここだとしますね。
まあ、そうするとそこからまっすぐ下ろした電流値っていうのがこの I センターになるわけですね。まあ、そして次のこの ICQ2、まあ、これはですね、この茶色い線と赤い線の交点、まあ、それぞれの交点になるんですけども、それぞれの交点のところのこの電流値を求めているわけですね。次はですね、 MAXICQ となってまして、まあ、これはですね、ここの軸に当たったところですね、電流の最大値、まあ、ここを求めているわけですね。まあ、次にですね、この V バイアスっていうところなんですけども、まあ、これはどこかと言いますとですね、こことここのこの間の電圧なんですね。まあ、それは回路図で言いますとですね、ここになるわけです。まあ、これはですね、この初段のベースのバイアス電圧になっているわけですね。まあ、ですからここの電圧もですね、とっても大事なポイントになるわけです。まあ、このポイントの電圧を決めるために、まあ、この RE と書かれているこの抵抗値、まあ、これをですね、51オームにしているわけですね。目標電圧としてはですね、0.9 ボルトあたりなんですね。まあ、それはここが 0.9 ボルトでですね、ちょうどいい具合のベース電流になるんではないかっていう、まあ、想定でやっているわけですね。まあ、一般にですね、0.8 から、まあ、1ボルト、あるいは 1.1 ボルトぐらいの範囲が選ばれるというふうに思ってください。まあ、それでですね、動作点の一番いいポイント、つまりこの赤い線の上と下が等しいところというのは、この I センターとこの ICQ2 が交わるところになるわけですね。まあ、以前の動画の負荷線の時と同じですね。ログをプロットしてみますね。まあ、このように出てきます。この2つの信号、 I センターと ICQ2 交わっているところはこの辺ですね。まあ、その時の V ベースの電圧もここで読み取れるようになっています。この交点、カーソルで見てもいいんですけども、まあ、ここは素直に MEASE スクリプトを使いましょう。 iCross という MEASE スクリプト、スクリプトファイル、このように書きましたですね。まあ、交点を IC という名前にしまして、この I センターの値を IC に入れますということですね。まあ、その時どの条件かと言いますと、 I センターと ICQ2 が等しい時ということで、まあ、つまりこの点ですよね。この点になった時の、まあ、こちらの I センターの値、まあ、それを求めましょうということですよね。まあ、こちらの MEASE スクリプトからこの iCross を選んで、まあ、このようになりましたね。まあ、コレクター電流としては 18.4 ミリぐらいですね。そしてこの V バイアスもですね、 0.94 というところで、まあ、ちょうどいいような感じでしょうか。まあ、逆に言いますとですね、この V バイアスがちょうどいいようになるように、まあ、抵抗を選んだということになるわけですね。まあ、こちらの RE と書かれている抵抗を変えますとですね、若干この茶色い線が動くわけですね。まあ、残念なことに、まあ、ちょっとだけ何回かトライして、まあ、24K シリーズということで、まあ、ちょうど 0.9 ボルトあたりというところで51オームがちょうど良かったというふうな状況ですよね。まあ、そして先ほど求めた値、ここにコメントで貼り付けましたけども、これ最初の方は I1 の電流なんですね。まあ、そして2番目がこの I2 の電流になりますので、この値をこちらのパラムでですね、 I2 イクオールに代入しますね。まあ、そしてこのステップをコメントにするわけです。まあ、そうしますとですね、ステップがなくなりますので1個だけになりますね。まあ、結果的にこのようになりまして、この赤い線の上と下がちょうど半分になるようなところの交点っていうのが求まったわけです。まあ、これがですね、AC の振幅が最大に取れて、なおかつ DC と一致する動作点ということですよね。まあ、その時のログを見ますとですね、このように動作点のところの電流値、あるいは V バイアスの値等がちゃんと記録されているわけですよね。まあ、それをこちらにですね、コメントとして回路図に落としました。
まあ、回路図にコメントとして落とすのはですね、次々と後のステップでですね、前を振り返りたいときにですね、ここを見れば結果が参照できるという、まあ、そういう意味ですね。まあ、それでですね、求めたこの2段目の動作点、まあ、ここで確認してみようとしているわけですね。まあ、目的の回路図から見ますと、この1段目のコレクターの抵抗、ここに置きまして、まあ、そして1段目のトランジスターはこのように電流源で可変するような形にしますね。まあ、それでこちらのベースの電圧をですね、この上からの抵抗とこの電流源で、電流源をこのようにスイープしてですね、まあ、それでこちらの電流がですね、動作点と同じになるようなこのベース側の電圧やベース電流を求めようというわけですね。まあ、それでこちらのパラメータのところにですね、前のステップで求めましたこの IC-Q2 をここに持ってきまして、まあ、こちらでですね、求めました MAX-IC-Q2 も持ってくるわけですね。まあ、それでこの入力をですね、スイープしたときに、こちらで求めた動作点と同じになるようなこのベースのコンディションですね。まあ、それを見つけ出しましょうということになるわけです。